こんにちは、ロマンシングサガツリベンジオブザセブンプロデューサーのたつけです。今月10月24日に発売予定のこのゲームについて、サガシリーズをあまりプレイされたことない方向けにご紹介をしていきたいと思います。また無料の体験版も配信中ですので、そちらの情報もお届けします。はじめに、サガシリーズといえばどんなイメージがありますか？名前は聞いたことがあるけれども、どんなゲームかわからない、難易度が高くてプレイしづらそう、たくさんのサガタイトルがあってどれから始めていいのかわからないなど、様々あると思います。しかし安心してください、本作は初心者向けの難易度があるなど大変プレイしやすく、また他のサガシリーズとのお話のつながりはありません。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンこそが今プレイすべきゲームであるということを順番にご説明していきます。ロマンシングサガ2は1993年に日本でスーパーファミコン向けに発売されました。同時期のタイトルとしては、ドラゴンクエスト5、ファイナルファンタジー6、聖剣伝説2などがあります。当時他の RPG のシナリオが一本道だったのに対して、このゲームは世界を自由な順番で冒険できるフリーシナリオシステムを採用しており、大きな衝撃を与えました。これは今のオープンワールドゲームを先取りしたようなシステムでした。オリジナル版は日本だけで100万本以上のセールスを記録しました。2016年にはグラフィックを高画質化したリマスター版が発売されました。今月10月24日にこのゲームの初のフルリメイク作品が発売されます。私を含めて2020年に発売された聖剣伝説3のリメイク、聖剣伝説3トライアルズマナーの開発チームが制作をしています。グラフィックはドットから 3D に進化し、ゲームシステムは一新されています。はじめに本作の宿敵であるシチエイについてご紹介します。かつて世界を救い英雄となった彼らは、その力を恐れた古代人によって裏切られ追放されてしまいます。ゲーム本編は数千年後、彼らが人類への復讐リベンジのために戻ってくるところから始まります。プレイヤーはバレンヌ帝国の皇帝レオンとしてシチュ英雄と対峙します。しかしシチュ英雄はあまりにも強いため、一世代で倒すことができません。そのため皇帝レオンから息子のジェラルへ、そして次世代の皇帝へと何世代にもたり、力と知恵を継承していきます。皇帝とシチュ英雄の数千年の戦いが始まるのです。さらにリメイク版では、オリジナル版では描かれていなかったシチュ英雄の人間時代の話が登場します。なぜ彼らが英雄と呼ばれたのか、そしてなぜ人類に復讐することになったのかが明らかになります。ちなみにシチュ英雄の名前、クジンシー、ダンターグ、ボクオーン、スービエ、ロックブーケ、ノエル、マグナスは全て東京の山手線の駅名から取っているというのは有名な話です。皇帝になれるキャラクターは40以上います。オリジナル版の小林智さんの絵やドットをベースに現代風に 3D アレンジしています。本作ではリバスター版で追加された忍者、陰陽師はもちろんのこと、リメイク版で新たに追加された帝国鍛冶職人、踊り子なども登場します。イベントシーンは全てフルボイスになっています。豪華なキャストさんが登場するため注目です。オリジナル版の単純なターンバトルからタイムライン方式に変わっています。当社のタイトルというと、ドラゴンクエスト11、ファイナルファンタジー10、オクトパストラベラーのバトルに似ています。敵には弱点があり、それを突くとオーバードライブゲージが上昇、後のサガフロンティアなどで登場した連携技を打つことができます。このマークを見たことがありますか？これはサガシリーズの象徴であるひらめきのマークです。通常の RPG では戦闘後やスキルモードなどで技を習得することが多いのですが、サガでは戦闘中に技を使用することにより上位の技をひらめいてそのまま使用できます。ボス戦などではこれが大逆転を生むことがあります。どの順番でシチュエイを倒すのか、帝国の領土を拡大するのか、物語の進め方は自由です。あなたの決断によって仲間が増えたり、時には国が滅んだりすることもあります。プレイヤーの数だけシナリオがある、それがフリーシナリオです。本作では3つの難易度を設けています。物語を中心に楽しみたい人向けにカジュアル、通常の RPG に慣れている人向けにノーマル、オリジナルの歯ごたえのあるバトルを楽しみたい人向けにオリジナルを用意しています。また全体的に現代の RPG に合わせてプレイしやすくなっているため、初心者でも安心してプレイすることができます。オリジナル版の作曲家である伊藤健二さんが今回もアレンジを指揮しています。30曲以上がアレンジされており、オプションでオリジナルとリメイクの音源を切り替えることもできるので、お好きな方でお楽しみいただけます。ゲームの冒頭からシチュエイユの一人クジンシーとの戦いまでをプレイできる無料体験版を配信中です。
体験版のセーブデータは製品版にも引き継ぐことができます。対応プラットフォームは Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Steam です。以上いかがでしたでしょうか。少しでも興味を持たれた方はぜひこの機会に本作もしくは体験版を手に取っていただければ幸いです。ロマンシングサガ2リベンジオフサ7は10月24日発売です。ご清聴ありがとうございました。